がっちりついてるんですね、これ。実は前のポールにはめ込んでるだけなんですよ、はい、あ、こういうシンプルなんですね、はい、あ、付け取りを外します、これだけ。あー、これはこれもう売ってるんですか。もう発売してますね。わー、見てなかった。こっち使ってるんで、このイケスと、これは、あ、6000円なんだ。これは今年の新しいタイプで、はい、さらにこう80センチ大きいですね。はい。ちっちゃいのは持っててぶら下げてたんですけど、あ、いや、これじゃないか。ちょっと違うメーカーさんのだったかもしれない。今まで市販品がね、50センチまでだったんですよ。はい、はい。で、60作ろうっていうので、はい、60センチのタイプで去年出したんです。はい。で、さらにでかいやつ。まあでも、結構関東とかでもダブフローターで浮けば60とか60超えとかも聞こえてきてますからね。これそう、フローターどうしても一人の釣りなんで、友達沢の全然逆側行っちゃってるとか、仏持ちの写真撮れないとかがあるんで、弱らせずにキープする。はい、この秘訣は、この大きさはね、あえてあの80センチでまあ大きめ作った。はい、海のウェーディングの方がね、はい、作ってほしいっていう、はい、シーバスとか、はい、ヒラメ、はい、サーフで、はい、このフロートスカレの場合は結構ね、浅いところでもキープできるんですよ。はあ、そこはあんまり深く作ってないんですね。普通のビクって水深がいるんですよ、はい、そうですね。だから浮かべておけるっていうメリットがあって、ウェーディングにぴったり、はい、あとアオリイカとか、あとエリアフィッシング。そうだな、そう、餌釣りもやるんですけど、やっぱ堤防でアジとかイワシとかキビナゴいっぱい釣って、普段ブクブクでやってたんですけど、これであればガンって入れて、で付け替えの時に一番新鮮な状態で生き餌使えるんで。2月 の大阪のフィッシングショーの時に、はい、ヘラブナされてる方が、ね、はい、すごく興味を持たれて、はい、これいいなって。この容量って今まで本当この形でなかったですね。ありそうでなかったんです。なかったです、なかったです。最大50センチだ、はい。リバレーさんのとか自分も昔のやつは持ってたこともあるんですけど、このサイズって見たことないんで。でポケットもまあかなり大きいですよ。そうですね、この、はい、このサイズだとバスもすごい対抗ありますからね。うん、わあ、本体は特に新しいのは今季は、ね、この158ってまあ一番、はい、のタイプのスペシャルカラーとしてツートンカラー出したんですよ、はい、あ、はいはいはい、はい、これもそうなんですけど、はい、カッティングを変えて、はい、はい、で、あの圧着、最新の圧着ボディで、はい、最初あのズイールのずっと十何年前使ってたんですけど、はい、大切に乗ってたんですけど、最終的にはやっぱ接着剤が剥がれて終わったんで、それでゼファーに乗り換えたらだいぶ快適で、もう3シーズン、4シーズンぐらいいけてるんですけど、あ、違うか、タフボディが出てからの、私は今年3年目ですね。3年前ぐらい、ちょっと買おうかなって迷ってる時に、こういうのアナウンスはあったんで、それで関東のキャスティングさんとかに入荷するのもあって、それで溶接ボディにしてから買ったんで、だいぶ丈夫に、で、壊れるってことがなくなりましたから、はい、基本的に何年でも乗れるですよね。まあ、穴の補修はもう散々昔ので練習してきたからできるし、どうしても貼り合わせ部分で貼り替えることができないんで、はい、もう劣化したらもう寿命だったんですよね。もうかなりいろんな接着剤とかブチューンって入れたりして、いろいろやったけど、結局そこ直しても次のとこはプププププププってなって、怖い思いしばらくしてたんで、その心配がもうね、これからなくなります。はい、わ、ありがとうございます。これも見れてます。あ、ゼファーフロートが付いてるネットで、はい、このまま浮いてます。これはこう浮かないんですよ。こう浮いてます。はい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 、一時的にキープもできて、はい、あと落としてもなくならない。あ、そっか、この姿勢キープだから一時的な、あー、イケスとしても使えて、これ別にフローターに限らず、カヤックでもオンボートでも、はい、関東のレンタルボートとかでも行けちゃいますね。価格も手頃な2800円です。あー、これ、はい、あ、やばいな、すごい、いや、よかったよかった大阪も来てたんですけど、あの全然見れてなかったんで、はい、この
まずトレー買って158専用はこちらにあるんですよ。はい、あ、長いですね。でちょっと細身なんです。はい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 。この理由っていうのはあのサイズをつけちゃうと、はい、あのこれ一番ポジションが高いんで、はい、ももが当たっちゃう。はい、ですから当たらないようにと細身にして上げできるように。はい、あ、そこにそうやってつけて、こういうパーツを接着していただくと、こう爪がついてます。はいはい、こうスライドさせてこういう形で、乗り降りするときは跳ね上げて、はいはい、使うときはこう。でこのトレイに何だったら、あの自分の好きなメジャーシール貼ればいいんですよね。穴開けてもらってもいいですし、結局やっぱここはふかふかなんで、トレイ自分であのよくある手作りの作って後ろのところに刺してすごい固まってたんで、これはありがたい。このパーツ接着しなくても、はい、乗せてもらうだけで全然使えますから。だいぶ安定してますね。乗せるだけなんで。はい。あれ、これも、これも、あ、接着剤が1400円で本体は5600円ですね。で、これも、これはこのパーツだけなんで、はい、最初にリペアキットでね、はい、本体付いてそのボンド使ってください。はい。あー、もったいないから、それだけ OK なのと。で、ゼファーさん取り扱ってる釣り具屋さんだったら注文入れれば OK ってことですね。ちょっと月曜日東京帰ったら早速これこれ最高この158持ってるんでね。はい、いろいろこうホームセンター行ってトレー買ってきたりとか、はい、いろいろ試して最終的にこれになりました。ここにね、どうやってつけようかなって、はい、であんまりこう高すぎると今度オールが当たっちゃうんですよね。でもやっぱこのオール付きにしてからもうオールなしには戻れないですね。恐ろしいですねこれ。牛車とかでももうこれがあるからちょっと大きなああいうフラットフィールドでも漕ぎ出そうかなって気分になれるんで、